呢，都可以看出来了。这个是美国告诉我们嘛，台湾的所有土地的所有权状就是日本天皇的手里了。今これ見ますとね、まあ、はっきり分かりますが、今台湾の統治はやっぱり所有権はやっぱり日本の天皇陛下ですからね。アメリカは占領権を持っています。だからこの2つの絵を送られました、渡されました。所以我们到啊皇宫去看到我们这个旗子以后啦，啊就可以进去了。啊，天皇也知道了。まあ、従って我々の台湾民政府の旗に故郷に持ち込めます。だ天皇陛下それを見て天皇陛下もあ分かりましたと。啊，这啊这个就是啊当时我们经过两个啊哨站安全检查哨站，原来叫我什么旗子都不能拿，后来。啊，宫廷打电话出来说，我们可以带啊这个旗子进去。いや、去年、一昨年最初皇居上京して皇居行った時にやっぱり検問されて2回もやっぱりダメですよと持ち込んではいけないと。で、また宮内庁かな、あそこから連絡が来て、あ OK ですよと、やっぱり許してくれました。因时间上的关系啊，我们这个都不再谈了。好，我们要来啊，向啊秘书长有提过的这个照片，他要来买台湾，大家去思考这个问题。次の問題はね、中国の習近平総書記が要するに台湾の、まあ、経済いいですからね、お金で台湾を変えたいというようなこともありました。でこれ質問としてみんなもし分かる人は手を挙げてください。请问大家看你们的。为什么中国要来买台湾？なぜ中国が台湾をお金で購入しますか？天皇陛下に台湾の主権がございますから、その主権をこの習近平の中国はお金で買いたいっておっしゃったんですかね。一公で台湾今这里主管只要天皇嘛，所以的向天皇要一公被奉旨から天皇で这里台湾がね。谢谢。当たりです。正しい正確です。好。我们还要给大家看这个照片，这个是在北京呢、啊，日中韩首脑会议，这三个人在这边握手。啊，这个是在2012年5月4号，啊，日本首相啊告示说钓鱼台是日本的。固有的领土，中国啦，只是他说核心利益啊，大家思考这个问题来答复。2012年、去年ですね、去年の5月14日に野田首相。野田首相とそれから、日中韓サミット会議中国で、開きました。その時ちょっと尖閣諸島のことにつきまして、野田首相が尖閣諸島は日本の固有領土ですよと
中国の温家宝は台湾は我々あ、まあ、我々の、まあ、台湾が、まあ、先月は我々の核心利益と、いや我々の所有ものとは言い切れなかったんです。いや皆さんはこの、ことについて皆さん考えて、知ってると答えてください。请问哪一位要表达的？いや知ってる人はちょっと手を挙げてください。尖閣諸島の問題についてですよね。まあ、とりあえずじゃないですけど、アメリカに決定権はなくですね、日本政府に決定権があるため日本のものであるという考え方なのかな。一番公平で美国有決定权な、あ、所以这里决定公这里钓鱼台是かな、这里日本人民。是日本建户，啊是啊大日本的。まあ日本政府のものか、所有権は日本政府のものか、それとも日本の大日本。あ、そっちの話。うん、あ、そしたらですね、大日本帝国のものになります。对的，大日本帝国。当たりです。因为尖閣群島釣魚台是屬於台灣的啊，宜花東州的土地。尖閣諸島は台灣の要するに宜蘭の方の、まあ、今宜蘭州があってね、宜蘭金と一緒になっています。それ、まあ、もちろん台湾の土地ですね。じゃ台湾は天皇陛下、まあ、一緒ですからね。因为啊，台湾是日本天皇的，所以也是就日本。いやもちろんそれ尖閣諸島は台湾に属されてるけれども、で台湾もやっぱり今まだ天皇陛下の所有ものですから、まあ一緒にまあつながってますね。啊，因为中国已经很清楚了，了解啊战争化跟国际化，所以他们不敢是说。啊，是他们的固有领土。以前朱镕基当总理的时候，他还讲说台湾是他们的固有的领土。まあ中国はね、その戦争法と国際法を研究しましたから分かってます。それは中国のものじゃないということを分かってます。私の認識では尖閣諸島は日本国政府日本の領土です。で、昨日から聞いていて、2つ間違いがあります。私の認識と1つは下関条約の日清戦争の後に台湾とともに尖閣諸島は日本に割譲されたというのは誤りです。1895年の1月に日清戦争の最中に日本は閣議決定で尖閣諸島は日本のものにしました。じゃあやっぱり戦争のどさくさで入れたんじゃないかというんじゃなくて、10年前の1885年からですね、ずっと中国にもここは
中国のものではないと、誰も住んでいない、そういう調査をずっと続けて入れたのが、2点目はですね、その後にこの尖閣諸島は沖縄県八重山石垣の島に属してます。したがって大日本帝国の時には台湾省あるいは台湾の一部にはなってません。それで、サンフランシスコ条約で沖縄が米軍占領下になりました。それで返還になった時も米軍沖縄として日本に返還になりました。したがって、米軍が米国が日本に返す時に、台湾から尖閣諸島を切り離して日本につけたという昨日のちょっとした説明ありましたけど、あれには私の認識と違います。最近啊，那个安保条约啊，那么再讲啊，这个我就不讲了，因为时间上的因素哈，要跟大家说啊，晚十分钟下课了哈，那么晚十分钟下课，那么我先把前面这个问题啊，那么告诉大家，在安保条约里面啊，美国最近所发表的说日本啊只有管辖权，这个地是谁的，事实上还是日本天皇的，但是他是在国际战争法国际法他是属于宜兰的土地，这个是很明确的。满清的时候，当然有的日本的说法是说当时是无人岛，如果无人岛的话了，那么谁先拿谁先赢嘛。事实上这个是为什么美国在安保条约里面都讲得很清楚。我想时间上的因素，我想赶快很多这些问题把它看完了哈，那我们下课以后我们再来沟通谢谢他哈，我们送给他奖品。で時間的にねちょっと許されてないですが早くそれねこれ終わってから食事の時でもバスに乗る時でもまた、話しましょうこのことについて。这个图片啊告诉大家马英九就职典礼啦5月20号在总统府画出这个旗子，有没有一样？大家翻译出来了，请翻译。2012年去年の5月20日に。就任式にバイキュー総統がの就任式にその掲げてる国旗はね、まあ、国旗という国民党 の、 中華民国の国旗はねちょっと変ですね。本当は左の方は正しいけれどもちょっと変ですね。じゃあどういう意味ですか、どういうローキーですか、ちょっと知ってる人は答えてください。民国马考飞机啦，这机啊，讲干嘛是奇怪？日本话的。他跟美国讲，他也要改名政府了。日本の方々見たことない、我々台湾人も見たことないですよ。で、
国民党は中華民国はアメリカに我々も台湾民政府になりたいと、だからその国旗を変えたわけ。そういうこともありました。美国说，那民进党也要改民政府啊？到底是要哪一个民政府啊？いや、そうすればね、国民党も台湾民政府になりたいですからね。いや、民進党はどうですか？民進党もやっぱり台湾民政府になりたいじゃないですか？それはありえないじゃないですか？とおかしいでしょ。那么因为因为美国就是以在华盛顿 DC 设立办事处的民政府已经在2013年1月2号通知我们把它改为台湾政府。いや、我々台湾民政府はワシントンの DC にアメリカの指示であそこに事務室を設けてあります。そして今年の1月2日にアメリカから台湾民政府から台湾政府に要するに、変えてくださいと、そういうふうに指示されました。马英九引狼入室，脱掉令牌，这个意思我们所谓脱掉令牌是什么情形？我们可以看出来这个报道。現在はね、中華民国、要するに国民党は中国、と、まあ、一緒になってね、よくさっき申し上げたようにエクアドルはムスリムですからね、もう仲直りしましたから。で、国軍、要するに台湾の中華民国の軍隊と共産党の軍隊、合わせて、まあ、総称は中国軍ですよ。だからそれは非常にね、まあ、バイキはそのことで、まあ、非常に怒ってますと。で、今の待機 の、の軍人たくさん、中国へ行ってます。もう住み着いてます。这个图片可以大家简单的介绍一下。それはね、3月17日はその、ちょっと日本の311東日本大震災の時、アメリカに在住の、官員全部台湾に、要するに避難に来ました。で、台湾に避難に来ました時、空港で中華民国の税関を通さないで直接台湾の AIT の、人が受付をやっていました。要するに台湾は我々ビザなしで入ってきま、ノービザで入ってきました。いや、なぜかというと台湾は我々アメリカの占領ですから、我々アメリカ人は中華民国の税関を通さなくてもいいですよと、そういう意味があります。だから AIT の受付を設けて実際に通しました。で、このロゴはね、中華民国のロゴは全部塗り消されました。今飛行機、さっき申し上げたように飛行機とか戦車とかね、あとは、全部塗り消されました。これアメリカの命令ですよと、アメリカの命令、ね。いや、もう、まあ、次は一つの、質問があります。じゃあなぜ国防省が、軍隊にね、そういうロゴを塗り消したんですか。
や皆様ちょっと考えてください。知ってるとちょっと手を挙げてお答えください。这个秘书长讲过了，这个后勤部后勤部队啊，连勤啊，已经走入历史了啊。撤这个部队已经错了。さっきリンさんの授業も話しました。補給の、もうやっぱ補給、まあ、全部ね廃止されましたね。这个是 TVBS 报道。台湾の TVBS の新聞に出ていましたこの情報。原来有这个影片啊，因时间上的关系啊，这个影片就不放了。やっぱり時間の問題で本当にみんなに見せたいですが、まあ、ちょっとできないです、ね。他的委员会啊，体育委员会、青年辅导会啊，都在整病啊，都在撤销了。いや、今、青辅会、要するに政法会と体育委員会もやっぱり合併になって。これからも、廃止します。憲兵司令部也撤销了。台湾の憲兵の MP ですね。台湾憲兵の司令部も廃止されました。2009年の3月15日に廃止されました。这个也是一个问题了，为什么那个啊后勤部队跟宪兵队也都在撤销啊？你们想就知道了。いや、今これからもう一つの問題があります。なぜ憲兵司令部とあと連勤補給の、部門もやっぱり、廃止されましたか？知ってる人手を挙げてください。中天的报道。也84年次的不要当兵了。84年というのはそれは民国ですね、中華民国の民国の年号ですか。要するに1995年以降、生まれた男の子みんな兵隊にもう行かなくてもいいですよと。いや我々みたいにみんな兵隊行ってきました我々ね。更有趣的金门啊，两个啊大岛啊，已经啊撤军了。金门とご存知ですね。台湾と福建、まあ福建省にの近い、アモイに近い、私軍隊の時も行ってきました。金門私。あそこの、そこの島要塞地はね、の軍隊も全部撤去されました。都是啊，新闻报道的。この二つは全部新聞報告、新聞ニュース報告に出ています、出てた情報です。大家，以前金门是啊台湾的最前线，有啊金门的战役。为什么会撤军？大家思考这个问题。金门島はね、我々の時代はね、あそこは非常に重要な要塞地でしたが、いやなぜ現在は軍隊全部撤去されたか、みんなちょっと考えてください。很多台独的前辈都要求白纸黑字，那么秘书长最近公布了白纸黑字给那么台独前辈更了解一下。台湾独立运动の先輩の方々から処方を出してくださいとアメリカとの。このまあ連携ね、証拠ありますか、ちょっと出してくださいと要求されました。で、この2つの証拠を台湾運動、独立運動の方々に見せました。
啊，这些我们可以看出来，美国司法部跟我们啊林秘书长联系的一些信函。あのちょっと右の上にちょっとあのアメリカの司法部、U.S. Department of Justice、これは司法部。で左側ちょっと、赤い枠で入ってるのはあのミスター・リン、ミスター・ロジョー、ロジョー C.S. リン、それ、幹事長の宛てに送ったあの司法部の手紙です。啊，我们在华福社啊基金啊会啊台湾云政府的那么基金会。やもう一つはあの certificate 要するに基金 foundation の証明です。あのワシントン D.C. にこの口座設けてあります。啊，我们华盛顿 D.C. 这个办事处到现在还啊存在。那我们已经派林德兴。住在华盛顿 D.C. いや我々 の, あのワシントン D.C. の事務室現在でもあの使っています。で我々台湾民政府から林さんね、林德新という大使を、発見して向こうへ、まあ、行っています。啊，美国相关单位都称我们林德新是大使。じゃあアメリカからあの林德新、我々が発見していたあの林德新という人をあの要するにあの大使あのアマスターアマスターとあの呼ばれてます。啊，这个办公室啊的啊室内的照片啊，这个是啊外部。啊是是嗯。那么再来，2013年1月2号。啊，来叫我们改为台湾政府，所以我们在中央会馆已经啊，那么立啊这个啊建这个碑啊，我们台湾政府中央会馆。今年の1月2日にアメリカからの連絡で、台湾民政府を台湾政府に変えてくださいとそういう指示がありました。したがってそのようにて石碑。あと中央会館、あと台湾ガバメント、台湾政府もちゃんとあの正式にこの石碑をあの出来上がりました。来，我们看看刚才的一些问题。美国啊，那么啊，重申美日安保条约啊，我们就很清楚了。あの。尖閣諸島の紛争で、アメリカは、要するに日本の味方になっているとそういう、あのそを強調していました。そしてもう一つはあのあの要するに安保条約のこともあの出ています。那么啊日本啊我们安倍啊那么他在4月28号说主权为独立，那么我们啊秘书长也定了啊4月28号啊是啊我们民政府推动的也是主权为独立，所以日本对台湾有残余的主权，有责任和义务来配合台湾民政府。在万国公法架构内实现台湾地位正常化的正当性。あのさっきちょっと皆様ご覧にあの見ました、あの安倍首相があの4月来月4月28日あのサンフランシスコ講和条約の運びを、主権回復日と決めました。いやもちろん我々民政府もいやこの日を、主権回復日とも同じようにあの決めました。したがって日本はあの台湾に対してまたあの、残留主権また持っていますから、まあ、日本は台湾 の, あの一日も早く、要するにね万国交法
の 枠内に要するに、正常化になるように日本はそういう、助け台湾に助けてそういう責任と義務日本には持っていると思います。啊，因为时间上的关系，我想我们这个课程就到这个地方啊结束啊，感谢啊大家的参与，希望回去要拜托啊日本的朋友，跟你们的周边的朋友，要问他，他是不是本土台湾人。啊，也问他有没有，如果是本土台湾人，一定问他说有没有申请台湾政府的身份证，有申请的才是本土台湾人，其他的都是假台湾人啊。じゃあ今日はね本当にあの時間の制限であの、まあ、遅くなったんですが。で一つお願いがあります。あの日本にあのお帰りになったら、ちょっとねあの周りの台湾から行ってるあの台湾人にもしあったら、持っていますかとこういうあの身分証明書ね。もし持ってなかったらやっぱりあの我々地元の台湾人ではないですよとあのそういうふうにあの区別してくださいとお願いします。如果啊，日本的啊本土台湾人有到台湾回来的时候，请他到台南州的总部，就是在啊台南东区啊林森路一段169号以前阿扁啊饭店的旧址来奉茶。いやあのね、もし台湾にあの台湾日本にいる台湾人が あったらね、台湾に戻ってきたら必ずあの起こしてください。あの台南の、林森路一段169号、前はあの陳水扁さんの陳水扁あの飯店の、のところで、今我々民政府はそれを借りています。今民政府の事務室に、台南の事務室になりました。あ、谢谢大家、感谢大家。ありがとうございました。起立。で、